西紅れ門の変額北梁の片城の門戦前,前の宝天北梁少梁は中国梁年賞新洋史公衆とめくたか史業さんにある後金の二代目新の初代皇帝である大宗本大寺とその妻の皇丹文皇后の陵母である新用史の北部にあることから北梁とも陵母建築物などは現在でも良好な状態を残し新朝初期の技術 建築文化の一端を知ることができる。2004年にユネスコの世界遺産の名、西王朝の皇帝母軍の一部として追加登録された。規模は、新の館外三両のうち最大。また、現在、周囲は、新洋で一番大きな公園、北陵公園となっており、自由な散策が可能である。本体人の死亡したストック8年に着工し、 完成を見たのは、順次8年のことである。その後、後期、乾隆、佳境の各年間にもそれぞれ多少の改築、増築工事がなされている。両母のみならず、城壁、建築群は、新朝初期の中国東北地域の気風をよく残しているが、民の両母を真似た部分も多く見られる。この部分が、後期期以降の建設であると考えられている。山道と、 祭りを取り行う建物が四角形の城壁で囲まれた宝城と皇帝が埋葬されている円球を囲む丸い城壁炎城に分けられる。片城の床にはかつて金箔が敷き詰められていた。蒸気のほか、両よににルハチの一族を葬った東京寮がある。ありがとうございます。